タイヤ。タイヤ、は、車輪、ホイールのリムを丸く囲む体状の構造で、路面、地面あるいは、軌道の上を転がる踏み面、トレッドを形成するものの総称である。ここでは、ゴムタイヤについて述べる。漢字表記式、和原、Y コール車輪、払イコール単にタイヤの TI 部の音からの使用で、車輪の台湾という意味はない。 車輪の外周にはめ込むゴム製の部品で衝撃の緩和や走行安定性向上などを目的としている。自動車、自転車、オートバイ、モノレールや新交通システム、地下鉄などの一部の鉄道車用、航空機、飛行機、建設機械など地上を移動する多方面の輸送機器に使用される。通常、自動車や自転車などの輸送機器用では、 空気や窒素ガスなどの機体を充填するために、中空構造をしている、中空タイヤ。英語で、ホロータイヤ、コロータイヤマイナスとも呼ばれるが、フォークリフトなど一部の用途では、一輪あたりの負担力を上げるため、中軸構造のソリッドタイヤ、俗称ノーパンクタイヤも使われ、パンクの心配がないメンテナンスフリーを歌った、中空部分逃げるなどを入れたものもあり、 自転車用や車椅子用に使われている。その他、機体が抜けてもしばらくは、走れるランフラットタイヤも存在する。なお、ランフラットタイヤは、構造としては、ホロータイヤのトレッドから側面になる部位、サイドウォール、リムと直接接する箇所が異常に厚い、あるいは同位置の中が補強材、中号を持つものと考えていい。2010年代後半においては、機体を、 重点密封した構造に依存しない自動車用タイヤの開発が GM 東洋ゴム工業ミシュランなどで進められ技術的な発表が行われている。1867年に車輪の外周にゴムを取り付けるようになりそれまでの金属、木の車輪から脱皮するゴムとはなったがまだ空気入りはなくソリッド、総ゴムタイプであった空気入りタイヤ ニューマティックタイヤ、ニューマチックタイヤは1845年にイギリスの発明家ロバート・ウィリアム・トムソンが発明し特許を取得したが実用化には至らず1888年にスコットランドの獣医師ジョン・ボイド・ダン・ロップが自転車用を実用化するまで待たなければならなかった自動車用の空気入りタイヤはフランス人のアンドレ・ミシュラン、エドアル・ミシュランのミシュラン兄弟が 1895年に開催されたパリからボルドーまでを往復する全行程線2 0 0 k m のレースに使用したのが最初である。このレースでミシュラン兄弟は100回近いパンクにもめげず、規定時間を超過しながらも完走した。耐久性に問題があったとはいえ、乗り心地、グリップ力、走行安定性に格段に優れていることを証明したため、 これ以降空気入りが急速に普及する。1912年に BF グッドリッチが初めて補強材としてカーボンブラックを使用し、その高い補強性から広く使用されることとなった。これ以降タイヤの色は黒色が一般的となった。それ以前にはタイヤの色は白色や飴色が多く、これは生ゴムの色や補強材や増量材として使用されていた。 塩基性炭酸マグネシウムや炭酸カルシウムの色によるものである。など。大きく分けて2種類の構造がある。内部のカーカス、口実が回転方向に対して垂直になっているものが、ラジアルタイヤ、イカラジアルで斜め方向になっているものを、バイアスタイヤ、下バイアスと呼ばれる。一般的にバイアスは居住性。 俗に言う乗り心地に優れると言われ、ラジアルは操縦性、走行安定性、トレッド変形が少なめで対魔猛性に優れ、発熱も少ないなどの利点がある一方、バイアスに比べ強度、特にサイドウォールの強度が劣りがちであり、それを強化するためにカーカスの外周にベルト、ブレーカーコードとも呼ばれ、カーカスに対するタガの役割を果たすを巻きつける工程を追加しなければならず、 その分割高となりやすい。かつてはバイアスが主流であったが、1947年にミシュランがラジアルを最初に実用化し、1978年には、海一でも使われることで、耐久性と操作性に優れることが浸透し、量産効果で価格も下がり乗り物用の主流となり、自動車やオートバイでは2008年現在ほとんどがラジアルであり、バイアスはスペアタイヤや、 小型バイク、農業機械、建設機械などの一部に使われる程度である。なお、バイアスの性質をよりラジアル側に近づけるために、カーカス配置で外周にブレーカーコードを配して、トレッドの強化を行ったバイアベルテッドタイヤ、ベルテッドバイアスも存在する。スチールラジアルに入れられている光線、鋼とゴムは接着性が良くないため、動ッキが施される。この技術的課題の克服が、 ラジアルの実用化に時間を要した一因である。下流によってゴムに数パーセント含まれる黄と銅が強力なイオン結合を形成する。1970年代以降のスチールコードは銅メッキで現在はより強度に優れる、プラス、真鍮メッキになった。近年は光線とゴムとの接着をナフテン酸コバルトを介在させる。 海面活性剤で解決する方法が見つかったが、環境に悪影響を与える可能性があり、普及には時間がかかる見込みである。また、バネした質量が減るため路面追従性が向上するとして、スチールコードの代替にアラミド繊維を使用する例もある。航空機用はナイロン6、PA6、ポリエステルガラス、高のどれかを補強繊維とした。 繊維強化ゴムで母材のゴムは合成ゴムのスチレンブタジエンゴムを使用している。また構造についてはバイアスによる生産技術がある程度確立されていたことや離着陸とタキシングを繰り返す過酷な状況での安全性が求められたこともあり自動車やオートバイでラジアルが広まった後もバイアスが使われ続けていたが2000年以降は航空機用とでも十分な耐久性と安全性を もっとラジアルが生産、採用されるようになっている。航空機で初めてラジアルを採用したのは、軍用機は、カイマイナス 15E 戦闘爆撃機で、民間機では、エアバス A320、ブリジストン製である。かつては内部に空気を閉じ込めるチューブを入れる、チューブタイヤが主流であったが、現在は、ホイールとタイヤのみで機密を保持する、チューブレスタイヤが主流となっている。 ただし現代でもチューブタイヤは、自転車、オフロードトラッカー系、旧車風のバイク、トラクターなどの一部の農業機械や建設機械で使われ続けている。これらは、ホイールリムをスポークが貫通していることや、空気圧を低くセッティングするなどの理由により、ホイールとタイヤのみでは機密を保てないためである。リム組みされた一般的なチューブレスラジアルは、以下のような部位と構造を持っている。 タイヤ記号にはメトリック表示とインチ表示の2種類がある。かつてのアメリカではレター表示と呼ばれるものも存在した。サイドウォールには一般的な寸法表示のほか、下記の様々な表示が行われる。空気を入れるタイプの場合、適正量の空気が入っていなければ役割を果たさない。空気が入って初めて車重を支えることが可能になる。空気は 最重要の部品とも言える。タイヤ及びその使用者種によって適正な空気圧が指定されており、ドライバー側のドアを開けた時に露出するボディ部分にステッカーなどで表示されていることが多い。適正数値は乗用車の場合200キロパスカル前後、バストラックなどの大型車で600から900キロパスカル程度が指定されていることが多い。チューブレスで3ヶ月程度、 チューブタイプで1ヶ月程度ごとに適正な空気を保つことが重要である。時間の経過とともに空気が漏れ出したり、暑い時に適正な空気圧で空気を入れたとしても、空気の密度が低いので気温の低下により、体積の減少イコール圧力低下を招いたり、様々な原因で空気圧は低下する方向に作用する。2010年代以降、乗用車向けに一部カー用品店や、 ガソリンスタンドで窒素ガスを進める場合が増えた。空気圧のメンテナンスを軽減することが最大のメリットと言われ、その他に派生的効果として燃費悪化の防止などの効果も考えられるが、直接的なものではない。また、ロードノイズが低減するという話もあるが、科学的根拠はない。また、もともと空気中の79%が窒素であるため、 下記のようなシビアコンディションでなければ、コストに見合わないとする声もある。ではなぜ窒素が使われるようになったのかというと、温度変化による内圧変化を抑制する目的があるからである。高速走行など激しい温度変化を受ける用途、レーシングカー、高速長距離トラック、飛行機などにおいて、これは重要なポイントとなる。一般に普及するきっかけになったのは、 高速長距離運転を行う大型トラックに多く採用されたことである。これは高速長距離運転による内圧上昇を抑制することを起としたもので、航空機、レーシングカーでの理由と符合する。逆に短距離と荒れ地での運用の多いダンプトラックなどでは普及していない。航空機、飛行機用には通常液体空気から分離した窒素ガスを充填する。これは 以下の理由による、レーシングカーの場合、冷感時と温感時の温度差が激しく、使用前と使用中、使用後の内部気圧の変化をデータ化し、走行時、特にペースアップが求められる時に適度な設置を得られるよう管理する必要がある。表面温度変化管理もクリップ力への影響も大きく重要であるが、ここでは無視する。温度に合わせて内部圧力が変化し、 それに伴う設置面積の変化により、グリップ力が変化するとされるのであるが、そのために膨張変化率の安定した気体が求められた。問題は気体に含まれる水分であり、通常の空気は気象条件による湿度変化が顕著であり、充填気体の膨張変化率が安定しないため、内圧管理ができない。それを避けるために単一気体として窒素を充填するのである。 ただし、F1 においては、窒素ではなく、ドライエアー、強制的に乾燥された空気が充填されることが多い。これは、水分が除去されれば、気体の膨張率はほぼ変わらないためであり、窒素充填によるものと優位な違いは生じえない。温度に合わせて内圧が変化し、それに伴って、接地面積、つまりグリップが変化するにせよ、その変化が、他の気体、乾燥空気と、 大差がないためある。要するに、車の場合悪影響を及ぼすとされるのは主に、重点空気中の水分であり、また高速走行を前提としていないと効果は薄いということで、一般的な乗用車でのメリットは少ないとも言える。また窒素を入れていたとしても諸要素、例えばタイヤやバルブの劣化による空気圧低下は十分にあり得るので、 空気圧点検が欠かせないのは言うまでもない。モータリゼーションの発展とともに消費量は膨大なものとなり、使用済みの廃棄物処理は問題となっている。放置されたものに溜まった水から発生する悪臭や、水に蚊が散乱することによる、中外、望みされたものの自然発火などの事故も発生している。また他の樹脂製品同様腐敗しにくく。 廃棄されると長期にわたって残り続ける。山林などに車ごと不法投棄され、20年程度経過しているものでさえ、車体や内装はボロボロに朽ちても、ほとんど侵食されず、原型をとどめ続ける。軽の大きなものは重くて、丈夫なため、公園の遊具や、スポーツトレーニング用として利用される。小道の小さなものは、花壇の外周を装飾するような利用法があり。 小学校や幼稚園で見かける。下戸や接端の底に平らに伸ばして貼り付けることでアスファルトとの接触で極度に摩耗しやすい伝統的な履物の耐久性を持たせようとする工夫も見受けられる。また中が空洞になっている大きなゴム製品ということを利用して干渉物として利用することも多々ある。具体例としては適当な大きさのものを集めて漁船や タグボートなど小型船舶の防限物とする使い方やサーキットのタイヤバリア、コースアウトした車を突入させて安全に減速させる部分、エスケープゾーンの壁際に設置するタイヤを重ねて作ったクッションなどがある。最もリサイクル用途が高いのは燃料としてのサーマルリサイクルである。日本国内では半数程度がセメントや製鉄工場の航路に投入され、 含まれているスチールコード類も鉄原料としてセメント成分や鉄材に残らずリサイクルされている。燃料用途以外には干渉剤や防音剤として利用されるほか、マテリアルリサイクルの原材料として再生品の需要が高い国への輸出も行われている。航空機用などは使用済みのトレッド、サイドウォールを張り替えることで何度か再利用されている。また、 大型トラックやバスでは再生タイヤが後輪に使われていることが多い。特に輸送コスト、とりわけタイヤ関連の維持費を圧縮したいと考えるのはこのような車種を大量に抱えている事業者であり、その要望に応える形としてメーカーが協調的に関与し、新品から再生タイヤへの交換や計画的な補修と廃棄についてのプランが提示されている。メーカーにとっては 新品が売れないという弊害があるものの、それを上回る形で再生タイヤの使用を促して利益を保っている。また、このサイクルを維持する起点として再生加工されることを前提にした製品が存在している。再生タイヤの利用は廃棄物を減らす意味で効果的なので、ユーザーとしてはコスト削減とともに環境破壊を抑制する企業活動を行えるので、 好都合である。なお新品と同じ形状にすることが困難なため、ステアリング性能に影響を及ぼす可能性があり、前輪への装着は進められていない。一般乗用車用での再利用率は非常に低い。コストの問題と一般乗用車用の構造が再生に不向きなのが主たる原因である。一般乗用車用はバスや 大型トラック用に比べて薄手であり加工する余地ほとんどなく仮に加工したとしても安全性の確保が難しいメーカーは乗用車用の再生を認めていないドリフト走行を行う場合に後輪を滑らせるためあえて再生タイヤを履くことがあるが非常に危険であるまたトレッドを張り替える際のパターンについて新品と同様のパターンをつけることは異常圏の関係から 権利者であるメーカーの許諾が必要であり、安直に再生はできない。再生方法としては主に下記の3種類が挙げられる。加工を伴わない乗用車用の再利用は、スタッドレスタイヤの通年利用、履きつぶしである。溝の深さが新品時に比べて、半分になったスタッドレスは雪上を安全に、走行する能力を失い、雪上走行用として用いることができなくなる。その代わり、 法律で定められた摩耗限度まで通常品として利用することができる。メーカーはスタッドレスの商品情報を掲載したカタログでこの方法を示している。スタッドレスは通常品に比べて表面が柔軟なため通常の乾燥路面における乗り心地や操作性が良いと感じるものいる。しかし実際には柔らかいコンパウンドイコールハイグリップとは言い難く。 むしろ柔らかいがゆえに走行時におけるトレッド面の変形が大きく、サマータイヤに比べて転がり抵抗が増え燃費が数線と悪化する。材質がゴムのため路面を走行することで次第に摩耗してゆく。この摩耗の際に発生する微細なゴム粉末は粉塵となって大気中に漂うほか、路上の小石やブレーキダストなどの他の粒子と結合し、 比較的大きな粉末として、環境中に残留することが、ジャットマンも参加しているタイヤ業界、世界 CEO 会議の中で調査結果として、まとめられている。この調査結果によると、マモオコによる急性の毒性被害は発生しないと、されているものの、流径10マイクロメートル以下のマモオコの健康に、対する影響は引き続き調査が必要と、結論付けられている。 一般的な市販車両用のマモーコは極めて微細な粒子として発生するが、モータースポーツで用いられるスリックタイヤなどから発生するタイヤカスは日本ではうんこ、アメリカではタイヤマーブルとあだ名されるほど大きな流形で発生する。レコードライン上の舗装にこびりついたタイヤカスはラバーが乗ったと形容され、グリップ工場の要素として歓迎される反面。 こびりつかない体型のタイヤカスは、時として、走行車両を妨害するほどの厄介な障害物となりうる。インディカーやナスカーなどのオーバルレースでは、タイヤマーブルがクラッシュの直接要因となるため、トラック上に多数散乱しているとオフィシャルに判断、されると、直ちにレースがはた中断され、専用の路面清掃車がマーブルの除去を行う。今日のようなワンメイクタイヤの使用が主流でなかった。 時代にはファステストラップを叩き出した車両が新型装着してた場合、そのタイヤカスをライバルチーム関係者が拾い集め成分の分析を試みたという。市場に流通するものの種類や寸法はその時代によって様々に変遷していく。日本においては1970年代以前はインチ表記のバイアスが主流でホイールによってはチューブタイプもしばしば見られた。 1980年代以降は、ほとんどがメトリック表記のラジアルへと移行し、中部はほぼ姿を消した。軽自動車においては、ブレーキ規制が強化された1980年代末を、境に10インチサイズから12インチサイズのラジアルに移行していった。こうした変遷の中で近年では、新車採用されなくなったり、ごく一部の車種にのみ採用されていた。 サイズ市場流通から姿を消す、あるいは選択できる種類が極端に狭くなるなどの問題がしばしば発する。自動車用は、グッドイヤー、ベイ、ブリジストン日曜日、ミシュラン、フッツの3社のグループへの河川化が進行している。ここでは主に日本国内で購入可能なメーカーを中心に記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。